私を。準備はできてます。寝室最後の瞬間まで重曹を。美しい世界を守るために戦うよ。行動を開始。審判の時は来た。殲滅モード起動。時期を見て動きましょう。咲きし花はやがて土に変え、幼獣よ散りなさい。来ましたよ。ブローニャは道が険しい。私に任せれば失敗はさせません。敵のエネルギー消失、任務完了と判断しました。信頼していただきありがとうございます。館長様、お茶などはいかがですか。疲れを取るなら休息が一番ですよ。
戦場のお掃除を終えました。次のご指示をどうぞ。私に任せれば失敗はさせません。私は全てを変えます。いつも殴れるものなら殴ってごらん。ゲームオーバー。射撃開始。私は全てを変えます。本物のヒーローは苦しみを経験しないと。Thank you.
この炎。神州。責任。ヴァルキューレシス。美しい世界を守るために戦うよ。ふっと、や、審判の時は来た。作戦の機能だ。起動。もう大丈夫ですよ。やけどに注意。このレッスン、全てを断ち切る。決戦の時は来た。みんなの祝福を胸に前へ進むよ。美しい世界を守るために戦うの。ウォーミングアップ完了。決戦の敵が来た。殲滅モード起動。Bridge.
しい世界を守るために戦うよ。やっつんや決戦の敵だ。殲滅モード起動。もう大丈夫ですよ。決戦の敵を来た。このレッスン全てを断ち切る。咲きし花はやがて土に帰る。幼獣よ、散りなさい。信号は拾えませんでした。どうやらここの空間の条件はあまり良くないようです。私たちはすでに長い時間探索をしているのです。もし疲れているのなら前回のアンカーポイントに戻るのはどうなのですか。株を守りてウサギを待つのも賢明な方法なのです。シュレーディンガー博士、多少なりとも耳にしたことがあると思いますが、メイドの修行とは絶えず自分の限界に挑むことです。あなたは一体どこのメイドなのです。不朽なる刃のメイドですよ。どうやらビアンカさんだけではなく、あなたたちは全員脳筋な一面があるみたいなのです。お褒めの言葉ありがとうございます。博士が私からデュランダル様の面影を見出してくださるなんて光栄です。もういいでしょう。いずれにしても冗談が言えるのなら確かに余力があるようなのです。では気合を入れて次の危険なエリアを探索するなのです。問題ありません。出発しましょう。